やったー、ケケです。50日世界一周37日目です。今回はね、明日からねグローバル大会が始まるということでね、備えていかないといけない。で、備えるってね、何をすればいいのって思う方でたくさんいると思うんですけど、これね、世界一の人におすすめデッキを聞くのがいいと思います。で、世界一の人ってなかなか見つかんないじゃないですか。で、今探してるんですけどね、誰だっけな、あれ、あ、俺か、なんか俺らしいんでね、おすすめデッキ5つ持ってきたんで紹介していこうと思います。1つ目、こちらのロイフククエイクデッキですね。まあ前シーズンからずっと流行ってるデッキなんですけども、まあライトニング型もクエイク型もあるんですけど、個人的に今の環境だったら、まあ、若干クエイクでいいかなって思ってます。アジャクエもちろん多いんですけど、クエイクとやっぱロイフクの組み合わせがいいんでね、まあライトニングクエイクおすすめで使ってみてください。2つ目、こちらのライトニングのねメガラムですね。まあこれはまあなんかすごくバランスがいいデッキ、最近ね雪玉型が流行ってるんですけど、まあ、雪玉型でいいんじゃないかなと思ってます。こちらもまあバランスが取れててね、一番安定するかなと思ってます。3つ目、こちらのエレジャイですね。今の環境ね、エレジャイがすごく強いんですよね。エレジャイに対してのメタデッキがあんまない。で、アチャクイ入ってるんですけど、アチャクイにエレジャイとライトニングとかトルネがねすごく強いんでね、まあ、エレジャイデッキがシンプルに刺さってると思います。4つ目は小屋小屋ですね。やっぱ小屋小屋ね、なんかグローバル大会において小屋小屋ってすごく強いんだよね。で、今おすすめの小屋小屋がこちらで、ここのムートの赤がスケルトンで、で、ホバの赤がアチャクイの小屋小屋もあるんですけど、まあ、個人的にはこの方をおすすめするかなっていう感じですね。まあ、お好みで使い分けてみてください。で、最後5つ目がこちらのね、ゴルナイディガポイとなっております。で、このメガゴの枠はもともとね、コウモリだったんだけど、あれだってさすがにマゼネクに弱すぎるなってなって、今流行ってないんですけど、まあ、メガゴ型でちょくちょく使われてるんでね、まあ、これは結構、なんかバランス取れてていいんじゃないかなと思うんで、おすすめですと。いうことでね、こちらの5つのデッキ今回使ってやっていこうと思います。マルチ1戦ずつ使っていきます。それではまずクエイクデッキからいきます。グローバル大会の極意来ました、よろしく。ということでね、まあ僕ね、前回グローバル大会、まあトリプルエリクサーなんですけど、一応世界一取ったんで、で今回新しくまた目標立てたんですけど、現在ね、僕のチャンネル登録者してチャンネル登録してくれる方々ね、64,784人かな、登録してくださってるんですけど、その方全員で世界一を取りたい。これが今回のグローバル大会に対しての目標なんでね、まあ、おすすめデッキも紹介させていただきましたということで、まあ、皆さんね、全員でね、世界一取ることができたら嬉しいです。一番ってさ、一人だからいいよな。さあ、相手エレキ、なんだろう、とりあえずゴブ折り置いていくか。様子見のゴブ折り、おお、これはダックブリ来た、美味しいですね。さあ、ダックブリ切った後はロイフグ飛ばしいですよ。なんで飛ばしていきます、いきます、ブヒー。さあさあさあ、飛ばしていく。おっと、マザーネクロも出てきた、ファイボ。これはおそらくまあロイジャイあたりのやつらかな。タルババか、ちょっと珍しいデッキかもしんないけど、まあ基本的にロイジャイかなと思います。ロイジャイの線が濃厚ですね。ここクローク使っていきたいが、相手何で対応してくるんだ、ペッキー、なるほどね。ここは一旦マズネクも使っただし、スケルトンで釣っていって、ここゴボリからのカラカラピーナッツ。さあ、ここね、しっかりね、ゴボリを延命するために、デリバリーでペッカのターゲットを取っていきました。延命できたな、正直たまたまだけど、まあまあまあ、さあ正直に生きていきたい。さあ、ここはこうしていって、でさらにここでまあダックプリ来るよねというところで突進をかわしていく。でここでセパロイフグですね。相手ファイボ持ってるのが分かったんで、まあ片方めて出すとね、ファイボで一気に処理されてしまうんで、ここはあえてのセパレートです。ロイフグ強いな。セパレートできるのも強いですけど、普通に火力がやっぱ今化け物ですからね、使い毒みたいなところもありますよね。ここはデリバリー落としていって、はいはいはい、ここはもう速攻です。よいしょ。こうしていって、もう止まんない。止まりません。止まった。さあ、ここロイフグも追加していきます。ここでね、ファイブを使わせていきたいんですよね。あ、使わない。え、マジか。じゃあ、クエイク持っちゃおう。クエイク打っちゃって、ここスケルトンで挟みます。で、これウッドデリバリーだな。おいしょ。ウッドデリバリーで処理していって、これ豚になっちゃうんで、一旦こうしてあげて、で、ファイスピ、ああ、よくねえな、これ。
とりあえずウッドして、で隠れ身の、まあ悪くないでしょ。うん、ちょっとガタついたけどね。さあここクエイクまで打っていく。はい、ラムね。オッケー、ラム得意です。さあここファイスピで受けてからのデリバリー、しっかりとダメージ抑えていく。ここウッド打ってからのスケルトンでね、こっちのサイドに釣っていきます。いや怖い。オッケー。とりあえず、いやこの時の強みとしてはクエイク削りができるんですよね。クエイク削りがねマジで強いの。しかもチャンピオンのさ手札のあの回り方もあるじゃん。ここはさすがに逆サイドっていいっすね。さあここ消えて隠れ身のしていってからの攻撃、うん、いいっすね。ここはゴボリ同士を置いていって、エレキはちょっと怖いなこのエレキ。まあ一旦ファイスピ受けしてからのスケルトンとかかな。でここはさすがに攻める、攻めの姿勢を取っていく。消えてよいしょ、ゴボリから入ろう。さあ入っている。あこれは、あこれはいったな。よし、さあウッドまで使ってゴボリ回していって、しっかりゴボリで受けていってからの OKGG。 よし、こんな感じで削っていきます。うん、まあ相性良かったんじゃないかな。基本的に意識したのは相手がファイボとダクプリを切った後のロイホグ攻めを意識していきましたということで1勝目していく。さあ2戦目、こちらのメガナイトラムデッキやっていきます。いきましょう。さあできました、よろしく。スターライト、かっこいい名前ですね。さあ集中していきましょう。いやーそうなんですよね、俺ガチでね、いや真剣な話してね、2連覇を狙ってるんですよ今回。グローバル大会2連敗したらちょっとおってなるじゃないですか。その王を狙ってるですけども、保険かけるわけじゃないんですけど、正直ね、始まらないとどんなデッキが流行ってどんなデッキが強いかっていうのはちょっと分かりづらいところであるんですけど、とりあえずね、始める前の下馬評っていいんですか、これ違うか、まあ下馬評としましょう。下馬評で強いのがこちらのね、俺の5戦はおすすめ、これで行く予定かなって感じですね。とりあえず今のところは。さあ頑張っていきたい。そう、でもトリプルエリクサーの時も予想したんですよ。始まる前におすすめ5戦みたいなのしたんですけど、割とね環境的に当たってたんでね。さあ信頼度高めかなと思うんですけども、でグローバル大会ねやる時間帯なんですけど、基本的にねやっぱ最後ら辺が強いって言われるじゃないですか。それ最後ら辺にやるのがいいって言われるじゃないですか。それは間違いないんですけど、最後ら辺だとね、まあ、特にこれは上位を目指してる人向けの言葉なんですけど、マジで終盤マッチングしなくなるから、序盤とか中盤のうちに上位にいないと終盤マジでマッチングしなくなって1位を取るのが不可能になっちゃうんですよね。だから終盤は勝ちやすいけどもっていうね、デメリットがありますよね。やっぱメリットデメリットが、俺実家のシャンプーメリットだったしな。鼻かゆ、ここは着衣でベビードラ削っていきたい。そう、なんかそんな上位を目指してない人に向けての言葉はですね、うわうまい、なんて言うとでも思うか。ここはケツメがないとっすね。どんぐらいにやった方がいいか。まあでも終盤にやった方がいいですね。でも終盤ってね、逆に上手い人もちょっといるんですよね。ラスト。だから、終わる1日前とかにやるのが一番なんかいいんじゃないかなって思ってます、俺は。勝率としては高いんじゃないかなって。グローバル大会って結構報酬豪華じゃないですか。だから感想とかしてない人こそ、やっぱ大事にしてんのかなと思ってて。あ、これちょっとやったか。逆にむしろいい。ここは一旦言うので受けていって、逆サイそろそろ来そうんだよな。まだ来ないか、こっからか。 OKOK。 じわじわとライトニングで削っていきたい。なるほどね、よいしょ。危ねえ危ねえ。いやこれ大丈夫かな。
あーやばい、ちょっとやばい。やばい、ガチか。うわー、そこの受けミスったな。いやでも やりすぎじゃない？相手もやってる、相手もやってんな。いや、来た来た、よーし、危ねえ、でかいでかい。祈ってたわ、このゴースト刺さったら嬉しいなと思ってずっと祈りながら見てたら願いが通じましたね。さあ七夕も終わりましたというところで、まあ勝てれば OK ですよ。さあ2連勝、うん、基本的にケツメガナイトで組んでくれるといいと思うんですけど、ケツメガのタイミングで逆サイ攻めされた時にちょっとまあうまく守る必要があって、そこがすごく大事ですね。今ユーノのバグがあるからちょっと守りづらいよな。これ早くバグなのか分かんないですけど、バグだと思うんでね、直してほしいですね。なんか突進してもダッシュダメージ入っちゃうみたいな、相手のダックプリとかプリンスとかのね。さあ3戦目エルジャイ使っていきます。いきましょう。さあ来てよろしくということで集中していきましょう。グローバル大会ってさ、なんか勝利数と敗北数がつくからさ、より一戦一戦の重みっていうのが普通のクララより重くなってくるじゃないですか。多少はそれはあると思うんですけど、だからこそのああいうギリギリの試合をねどれだけ制するか、そこって大事になってくるのがやっぱハートだと思うんですよね。言ってほら、相手もハートを浮かべてるね、ほらすごいじゃん、ほらほらほら浮かべてる浮かべてるからの、来いよ、やばい、マジ来いよ、やれよ、あのウィーをやれよ、ウィーをハートの後のウィー、来い、お前のウィーを見せてみろ、なんで違うだろ、ハートからの来い来い来い、ウィー、おいガチで来た、ウィー。さあそういうことですよ。いやー分かってる、俺分かってるよ、分からないふりしても俺は分かってる、大丈夫大丈夫、あ大丈夫大丈夫、分かってる分かってる、 OK 任せろ。そういうことだよね。この人はグローバル大会に必要なものを持ってます。なんできっといい結果を残すと思います。注目ですね。マウツゼ経営者さんに注目です、今回のグローバル大会。いやーマジで2連覇かかってるからね、ちょっとマジで集中していきたい。なんかこれグローバル大会じゃないけど、そういえば最近友達とドドンパって結構強いよなっていう話になったんですよね。ドドンパって強いっすかね、どう思います皆さんは。俺は強い派なんですよ、ドドンパは結構。みんなドドンパ強いと思う？友達はドドンパはあんま強くないって言ってたんですけど、俺はドドンパはちょっと強めかなって思ってるんですけど、どうですかね。さあ始まります、ウィー、オッケーオッケーオッケー、集中していく、もういいよそれ、もう十分で伝わったよ。とりあえずのタルババちょっと初手レジは怖いんでね、様子見ていく。そうそうそう、よろしくに決まってんだろ、やるしかねえんだよ。ああ相手もエレジャイか、じゃあケツエレジャイから始めましょうか。いやエレジャイって割とね、なんか出したもん勝ちっていうか、出したもん勝ちなんですよね。なんでかっていうと、先にもうエレジャイを出されると困っちゃうんですよってところがあるんで、座りと出したもん勝ちみたいなねところがありますよね。ああそれやだな、ここ、いや逆、まあまあまあ、エリアドやべえな、これエリアドやべえけど、それがどうした、 OK、 いやこれ結構おいしいよ。さあさあさあ、相手はグッドゲームと言ってますが、俺は負けたなんて思ってません。森、飛び出せ動物の森、 OK、 しっかり守っていく、全然大丈夫、俺のがエリア取ってる、まだ今んとこ。ここはエレジャイ蓋していきたいな、エレジャイで蓋をしていって消えるのか、隠れ身の隠れ身の、まあしょうがない、
インドラ高めに出していく。いや、でけえ、これ。俺も高めに出していって。いや、インドラのね、使い方が結構ね、キーマンになってくるんですよね。昔は確かに嫌いでしたよ。ピーマン。さあさあさあ。決まった、決まった、決まった、決まった！さあ、ここまずネック追加していって。あ、なんか逆サイ刺さってんのめっちゃ嫌だな。ちょっと待って、それでかい。その逆サイがどんだけでかいか。あ、なんか刺さってる。え、絶対ライト来るでしょ。そのタイミングでインドラ。うわ、やべ、あ、やべ、あ、あ、あ、いやー、ガチか、間に合わねえか。ダメだ、やっちまったか。うわー、最悪、最後トルネちょっと下手だったな。いやー、ボンバーに竹移るか。あれ、トルネ次第でなんとかあったと思うんですけど、ちょっと最後、爪が甘かったっすね。ウィーにやられました。なるほどね。オッケー。あ、こそ、LJ といえば、この LJ もおすすめですね。アチョクイスケのこの LJ。俺マジでこの2トップだと思ってる LJ は、この2つの、だと思ってます。お好みで使わせてください。負けたからあっちの方がちょっと強いかもしんない。わかんない。さあ、4つ目使っていきます。こちらの公約はで聞きましょう。さあ、来ました。よろしく。この人も LJ だった気がすんな。まあ、LJ に対して公約が強い。クエイクエが強いっていうのも、まあ俺が紹介した一つ目の時クエイクデッキなんですけど、クエイクって今の環境マジで少なくない？だから強いと思ってるんですけどね。そう、クエイク入ってるデッキがほぼほぼないんですよ。なんならない。それはそう。ここはムート出していって、なるべくアチャクイにはね、メガナイトを出していきたいんですよね。メガナイトが強いんでね、アチャクイに。さあ、ここは一旦落ち着いて相手もアチャクイ出してきただけ。まあ、ダクプリ、LJ っぽいな。ここはゴボゴヤ出していって、ちょっとレベル低いんですけどね。勘弁してください。マジでね、レベル上げが本当に大変。まあ、ホバとかも13だしね。レベル上げ大変なんですが、このレベル差をものともしない。それ、そういうやつが、グローバル大会1位になるんですよね。きっと。そんな気がしませんか？いや、でかい。オーブンだけ頑張って14レベルにしたわ。オーブンマジで13だったら、届かないオーブンになるから。オーブン好きな人ちょっとかわいそうだよね、なんか。1個レベル低かったらさ、相手のタワー届かないじゃん、オーブンって。さあ、ここはメガナイト出していって、で、メガナイト、小屋小屋デッキは別に相手にキングキドされようがいいんでね。まあ、メガナイトでキングキドされるってことはあんま考えないでいいかもしれないですね。相手は、これあれかな。オーブンをなんとか耐えて、ゴブ具合にライトニングって、まあダメ技で削っていくって感じかな。まあそうっすよね。通んないもんな、相手の攻めは。オッケーオッケー。いい感じだな。ちょ、一旦落ち着いていこうか。はいはいはい。早く助けに行って。よし。まあでも、俺は同サイでいいと思います。ライトニングってくれたらね、美味しいんでね、言ったら。一生この戦法でもいいと思いますね。さあ、こんな感じで。ああ、隠れ身のうまいな、タイミング。ただ、うわ、え？強っ。ちょっと強いな。ここは、OK、ギリタイル。ですよね。ああ、早い早恐ろしく早いやん。恐ろしく早いシリーズずれるよね。今の人。今の取るね。ここはまた後ろから展開していって、ライトニングをいい感じに使わせていきたい。さあ、ここはメガナイト合わせて、ジャンピング入れていきたいね。ジャンピングダメージで。OK。いや、いいジャンピングダメージ入ってね。さあ、これは相手もきついだろう。さあ、ここもムートで抑えていって、ムムムムム無理ーって相手が言って、おとりあえずオーブンだな。今のライトニングは多分ムートに打ったのかな。削りで打ってきたと思うんですけど、もうこの隙を見逃さない。ここで声立てまくります。さあね、レベル差があろうがなかろうが勝てる。それが小屋。でもオーブンだけは格下だとダメ。
別に槍ゴム隠したでもあんま構わないけどさ、オーブンだけはダメなんですよね。オーブンの掟があるんですよ。そういう。さあ、ここはマザーテレサ出していって、さあさあさあ、一旦落ち着きのオーブンかな、これも。ワンチャン5ってよかったか。まあまあ、次の機会に取っとこうか。ちょっと、ボンバーが早く処理してほしい。いや、いいね、ムート。マジいい。OK、OK、OK。なるほどね。さあ、ここはさすがにアドめっちゃ取ってるんでね、ケツメガないとしていきます。アド取ってるときはケツメガ。基本こうやって絶対アド取れるんですよ、いつか守ってれば。なんか相手もその呪文削りしていかないとじわじわ削られていくだけだから、こんな感じでそうアドが取れていくんですけど、そうしたらケツメガナイトでちょっと形を作っていって崩していくっていう戦法もありですね。ああ、そこで来るか。なるほどね、そういう感じね。大体分かったわ。ああ、ボンバーいいな。いや、ボンバーいい、ボンバーいい。ここでメガナイト。メガナイトがやっぱなんだかんだ頼りになるっすね。あ、やばいな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え、やばい。普通にやばい。飛んない、飛んない、飛んない。ここ、端前から出しまくって。あ、やべえ、ちょっと待って。いや、豚、ブー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 。よし、来た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 。よし、ナイスブー、ナイスブー、ナイスブー。ということでね。マジンブーがやってくれましたよ。あぶねえ。横道から抜け出したね。豚が MVP でしたね。ということで、まあ、小屋小屋デッキ、レベルは低かったんですけど、まあ、エレジェに対しては神相性だしね。まあ、なんとか勝つことができました。ということで、ラスト一戦やっていきますか。こちらのデッキですね。うん、やっていきましょう。おいしょ。お、来た。さあ、行きましょう。わあ、ふみさん。ふみさん。ふみさんはね、多分女性の方なんでね。うん、ちょっとここは、ちょっと、お手柔らかにやっていきたい。お手柔らかにね、手を柔らかめにやっていきます。とりあえずスケルトン出していって、ああ、なるほどね。枯渇だな、これ。枯渇です。なんで裏飛ばしていって、なんならポイズンまで打っちゃっていくもん。ダメ。さ、ここ、ああ、でもナイトもあるか、まだ。いや、でもここさ、こんな感じでさ、届かねえかな。ワンチャン届くと思うんだけどな。あ、届かなかった。やべ。ゴルナイの感覚がむずい、マジで。車間距離。来たらデリバリー。踏み橋前プリンセスで来ると思うんだけどな。ここで来い。来い。ああ、来ないか。さあ、相手の勝ち筋はロケット削り。ああ、なるほどね。こっちはまあ、カツカツと削っていくのが勝ち筋ですね。ああ、めっちゃいいな、それ。ここメガゴで押さえていきます。許容していって、相手もねゴルナイがきついと思うんですよね。ゴルナイがきついと思うんで、ゴルナイディガーでね形作ってやっていきたいな。いや、でもうまいな。あ、でもこれさ、来た来た。うわ、うまい。アイスピで今クッションしましたね。いやー、これはしてやられたわ。そこテスラでどっちも押さえていく。回転で、そっか、メガゴにした分、あれか、ちょっと負けんのか。バレルの回転に。じゃあ、ウッドとデリバリー、どっちかは持っときたいって感じですよね。オーケーオーケー。さあ。うん、回転、2周目バレルが止まんないから、2周、デリバリー持っとくようにしましょう。はいはいはい。いや、マジ、ロケット削り怖い。オッケーからの、おいしょ、来た、でかい。走らせたかかったか。いや、判断むず。テスラ置いといて、あー、なるほどね。これは打っとっていいな、さすがに。サディガー飛ばして、オッケー。さあ、ロケット削り来る。いやー、ゴルナイの刺さりがあんま良くないな。思ったより。陸受けとしてきついと思うんだけどな。逆サイプリもちょっと嫌っすね。ただ、ここいい。
OK、いいポイズン。さあ、ポイズン刺さっていく。OK、OK。これはスケメガゴで押さえていこう。いや、ちょっともうちょっと完璧に押されたな。いや、ただここ行こう。ゴールデンナイト！やべ。やっちまった。何、いや、何やってんだ。ちゃんと集中しろ。テスラ置いていって。OK、一旦 OK、一旦 OK。いやまずい。ガチでやっちまった。ポイズン。さあ集中していく。メガゴ出して。いやー削りがディガポイだけだと。オッケー刺さってる。なるほど。ひぃ、やめろ。よし、危ねえ。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。ロケット2発でしょ。ゴール内で竹取ってからがいいな。竹取ってからのディガーポイズン。いけ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 。いや、まだいける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 。やばいか。あ、うめえ、うめえ。ガチか、フミ、お前だったか。なるほど、ということでね。うわー、マジっすか、最後。なるほど、なるほど。ディガポイで追いつけなかったか、ロケット削りに。まあ、序盤のちょっとバレルが刺さったところが原因かな。あそこをちゃんとデリバリー温存しといて、しっかり。で、逆サイ攻めがいいのかな。逆サイプリンが嫌だったんで。あ、でもそんなこともねえな、別に。同サイは同サイか。攻めサイドはどっちでもいいにして、もうちょいゴルナイトディガンのね、コンビネーションをうまく使って削っていきたかったですね。ということで、5ついかがでしたでしょうか。まあ、基本的になんですけど、そのいろんなデッキが使えない人は、自分の得意デッキ、信じて貫いたらいいと思います。それか、自分の得意デッキがあまりにも環境悪いようだったら、それだったら、まあ、環境のね、俺がおすすめしたデッキだとか、まあ、強いデッキをね、まあ、使っていこうが勝てるかなと思うんでね、皆さんで、頑張ってね、ロイヤル大会、頑張りましょうということで、今日の動画終わります。それでは、ご視聴ありがとうございました。ロイヤル大会ね、YouTube ライブやると思うんで、よかったら見に来てください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で、バイバイ。